プロジェクト渦だね、公演。そうですね、プロジェクト渦としての公演が、本公演が3年ぶりに12月にございましてですね、プロジェクト渦ファーストリプレイ。このチラシすごいですね、誰が作ったんですか？これを作ったのは伊藤です。イエーイ。やってます。はい、クリスマスファンタジーのお芝居、2010年にやった作る再演なんですけども、こちらに、私作演出出演と、あと、カジさんと、イタリさん、ここにいるメンバーはこの3人、あとは今の映像に出ていた、ジャックの上しとりが、出演。稽古に来ないんですか？それは言わなくて別の仕事なんですか？忙しいか、はい、ということで、こちらの方まだ12月にありますので、はい、飯谷さんが小劇場で出てるの見られるのめちゃめちゃレアですね。3年ぶりですね、大公演。久しぶりです。そう、3年前にリッパー出て以来です。そう、だからレアね。だからずっと台本ある芝居は2ページ以上って見えてる。ずっとお休みしている中で、自分の歌でさりげなく復帰をしてるけど、意外と気づいてない人も多くて、ね、歌はもう1年出たんですけど、初め固定ハンドルっていうか、自分のゲーム用の名前で言ったんで、はい、公表してなかったんですよ。公表してなかった。隠れてやってて、ハンドルネームですってしてたんですけど、途中からちょっともう公開で今使ってる。出るのにお客さん増えなくて寂しい思いをしてる。あいつ知ってるってなったらなんでぜひ応援に来ていただければと思っております。喋ります。ちゃんと台本を喋ります。誰も喋ってます。